ははいこんにちはパーカーションの高文です今回はソウル市内にありますナゴンサンガという韓国最大級の楽器のショッピングモールに行ってきましたので、えー、その様子を簡単に紹介したいと思います今ここに見えているですねこの青い看板に白い大きい建物これがナゴンサンガになります初、えー、めて行くとですね全く楽器屋さんだとは、えー、分からないような見た目をしているので、えー、本当にここでいいのかなと、えー、しばらくうろうろしながらですね行ってみるとこうところどころ こう登れる階段がこの建物についてましてここから登って入っていきますはいこんな感じですねこの階段を登って中に入っていきますそれでは見ていきましょうはい入るとこのような看板がありましてこの建物の案内図もありますおよそですね100以上の楽器店がこの建物内にですね日誌へと入っているのはすごいですよね状態になっているということです で、いよいよ入り口から中に入りますと、もういきなりずらーっと楽器が並んでいます。圧巻です。これはもう日本で例えるとですね、完全にお茶の水ですね。え、お茶の水の楽器店が一つの建物に集結しているようなイメージです。こうパッと見た感じですね、やっぱギターが圧倒的に多いですね。7割ぐらいギターだったんじゃないかというぐらい。え、ウクレレなどもありつつも、まあアコースティックギター。 特にアコギが人気なんですかねすごい種類がたくさんありましたバイオリンだったりチェロの弦楽器の専門店があったり管楽器の専門店ももちろんありますこちらはピアノのコーナーですねいろんなメーカーのアップライトピアノがこうずらーっと並んでいて自由に試奏できるようになっています 電気系のキーボードなんかももちろんいろんな種類があります。はいここでようやくですね、この右側にベースがずらっと並んでいます。ただこのですね、圧倒的なギターの数に対して割合としてベースちょっと少なすぎるんじゃないかなと思ったぐらいで、ちょっとベーシストの方は残念という感じですね。あと意外と少なかったのが韓国の楽器です。 韓国の伝統音楽、民族音楽で使うような楽器があったら、えー、僕すごい見たいなと思っていたんですが、意外にも少なくですね。まあ、こうした両面大行とかですよね。この今動画に映っているお店だけは、えー、少しこういった伝統的な楽器があったんですけど、それ以外は全然なくて残念といった感じです、はいえー。もちろん楽器だけではなく、こうしたマイク類もかなり充実していました。まあおそらくここに来れば、 ほぼほぼ欲しいマイクが手に入るような感じなんでしょうねあとは音響設備関係ですね PA タだったりスピーカーも、まあ、ご覧の通りいろんな種類が置いてあります中にはカフェも併設してまして、まあ、ここで一服できると いうようよなスペースもありますはいそして、えー、上の階に上がりますといよいよドラムとパーカッションのフロアになります一度お店の中をですね撮影していたらおじさんに <laughs> 怒られてしまいましたので、えー、外から俯瞰した絵になっていますのでご了承くださいはいこのお店はもうかなり綺麗な方でしたね他のお店は結構雑然としてたんですけどもこのお店はかなり日本の楽器店に近いような、まあ、シンバルドラムパーカッションが綺麗に並んでいるお店でした はい、そしてまさかのお客に背を向けて基礎練をする店員さんということでもうこれ爆笑したんですけどね <laughs> こうした店員さんもいらっしゃいますはいこのお店はかなりプレミア推しのお店でしたプレミアのドラムセットが何種類も置いてましたね結構楽器店によってその置いているメーカー推しているメーカーが違うようですもちろん世界的に流通しているようなメーカー日本で見るようなメーカーもあれば 意外と見ないなというようなレアな楽器もありましたこういったピースのドラムセットなんかなかなか日本では見ないのではないかなと思いますはいそしてパーカッションですねパーカッションはかなりいろんな国のメーカーレアな楽器がありましたこの筆記体のカホンは MR パーカッションというスペインのメーカーのカホンです上に並んでいるのが KY サウンドというですねインドネシアのメーカーだそうですこのジャンベも KY サウンドです これなかなかかですね。あとこのメーカーも僕初めて見ました DD 中国のメーカーだそうです DD のティンバレスとボンゴ中国製の楽器もですねなかなか最近クオリティが上がっているという情報を聞いております、はい、ドラム周りの楽器は、 もちろん充実していたんですけれどもそれに負けず劣らずですねパーカッションも結構いろんな種類充実していてパーカッショニスト的にはとても楽しめました、はい、こちらは「セーラーカ花本」ですねこれは日本でもよく見ますねドイツのメーカーの花本です、まあ、日本結構花本が流行ってますけれども韓国でも同様に流行っているのかなと感じさせられましたはいそしてこちらが問題のパーカッションですね 東和パーカッションって書いてあるんですけども、まあ、このロゴの感じとか見る限りですね明らかにこれ「とか」ですよね「T-O-C-A とか」パーカッショニストしかちょっとわからないようなネタなんですけれどもこれちょっと未確認なんで違ってたらすいませんなんですけれどもこれって <laughs> パクリ商品なのではないかなと思ったりもしましたえー、面白いですね <laughs> 東和パーカッションこちらはドラムチャンネルさん え、日本のドラムステーションを放出とさせるようなお店です。え、配置もかなり綺麗でドラム関係だったり、パーカッションがえ置いてあります。意外にもこの店はですね。コンテンポラーニャの楽器がすごい充実していました。はい、コンテンポラーニャのジャンベなんかめったに見ないんでですね。テンション上がりましたね。 はい、ちょっと動画には収めることができなかったんですけれども今写真に写っているピート・エンゲルハートというパーカッションのメーカーがありましてこれなかなか日本ではお目にかかれないんですけれどもこのメーカーのサテライトドラムだったり3連アゴをですね置いているお店がありましておおと思いました、えー、後から調べたら値段も結構相場より安くてですねああ買えばよかったなと、えー、後悔しております 楽器の値段はですね、基本的にそんなに安くありません。日本とそんな変わらないんですけれども、たまーに掘り出し物的に安い楽器もあったりするような感じです。あとこれは、えー、僕がずーっと日本で探している LP480 っていうカバサーなんですけれども、えー、まさかのこのカバサー置いてる楽器屋さんがありました。うん、ありましたが、 このついてるビーズがですね、結構割れてたり、なんか埃まみれで、<laughs> これ中古かなみたいな、えー、状態だったので、ちょっと購入は控えさせていただきました。綺、え、麗、ー、なお店はもちろん綺麗なんですけれども、結構ですね、倉庫みたいなお店だったり、えー、楽器の取り扱いも結構残念なところがあったりしてですね、あ、もったいないなぁと思ったりもしました。はい、ザートではありますが、ナゴンさんが紹介しました。 日本とはまた違った店員さんのスタンスだったり日本では見られないようなレアな楽器もあったりしてとても面白いところです韓国ソウルに行った際にはぜひ寄ってみてくださいえ住所など細かい情報は詳細欄に載せておきますのでご活用くださいこのチャンネルではこうした楽器やパーカッションレッスンなど情報発信をしておりますのでよろしければぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いしますそれでは最後までご視聴ありがとうございました また。